ベトナムエアサービス、略称、バスコ、は、ホーチミン市、タンビンクに本部を置くベトナムの航空会社。ベトナム航空の100%子会社である。タンソンニャット国際空港をハブ空港として、ベトナム南部、東部への定期便等を運航する。1987年2月26日に X、アンエープベー PHCV、キン T、クアックダーンとして設立され、 1993年4月19日に現在の名称に解消された。1996年5月27日に現在のベトナム航空を運営する法人が設立されるとその参加となり、2004年にベトナム航空から独立した定期便の運航を始めた。ビーチクラフトキングや1993年から2004年にはヘリコプターも使用した送電線の運搬。 設置、レスキュー飛行、医療緊急搬送、地質調査、ハッシュ事業などの航空サービスも行っていた。現在では、カーゴ輸送、ホテル事業、航空券販売、プライベート飛行の請負い、民間ヘリコプターサービスなども行っている。バスコの ATR-72。コンダ大島空港にてバスコの定期便就航先は、2015年9月時点で、 ベトナム国内の下記6空港のみである。AB、バスコヒストリー。2015年9月7日閲覧。バスコサービス。2015年9月7日閲覧。ベト上ベトナムニュースバスコ、民間ヘリコプターサービスを10月末に開始。2015年9月7日閲覧。バスコ LCHBGRCC。2015年9月7日閲覧。簡約すれば、 企業被服無経済国民となる、ありがとうございます。